お山さんでいいんだろ。小学校の2年生ですか、はい、そんなもんでねえすか、うん、はい、ありあずってことだもんね、はい、そこに住んじゃったんだよね、はい、うん、ほらお前らあの大きい頭痛があればね津波が来るんだから、はい、油断すんなって、うん、表の方がね、はい、あの想像しようだって、はい、そしたらほらお前らあの重さ出てみろってあの祖母がね、はい、あのこんな時は油断されねえからって言ってたら、通常が家の中にあるわけだ。はい、言ったらほれ、みんなあの避難センターにはね、はい、そしたらその時に、その時ちょうどあの火もしちゃったからさ、たっぷりした。そこさ、あのほれ、鍋にね、火に。うん、鍋かぶせてね、それからほれ逃げだったね、うん、姉さんがほれ、おらばばさんが歩けねえんだからって、はい、支えて、うん、そして死なせたのはあの方々が亡くなったもんね。あ、はい、あの時は熊の神社だね、夜が明けてね、はい、こうして見たらね、うん、下の方でね、はい、あのほれ流れた方の方がね、はい、あのこう輪っかになってそのあれに真ん中にこう石もしてね、思い出すまん涙が出るそうだっていう避難生活はね、はい、そのほれこの祖母の生まれの方さ行ってそこでほれ、うん、生活しちゃったね。それからそのうちにほれ避難所っていうかね、はい、そのままできて、はい、そこでほらスマゲスターね、はい、うん、皆さんがたぐましいなと思ってね、はい、浜さん行ってね、はい、そしてほれ海岸さ行ったらね、はい、裾が引いたっていうね、はい、そっちの方から海岸からほれこれは津波だー騒ぐ、はい、そんな声が聞こえてね、うん、そいいね、ほれ逃げた話をしちゃったわね、はい、その時はこう財の方に住んだったんですか、あ、こう技術があれば津波が来るから油断すんのよって、うん、それはもうずっと教えられてきた形ですか、うん、そうそうそう、うん、とにかく、うん、これからの日様に住まれねえなって思ったったわね、うんうん、でもねやっぱり住んでみれば便利だからね、平らなとこは、はい、うん、恐れずに、まあ、あの防潮堤ができてね、はい、まあこの全体の雰囲気っていうかね、うん、もうこの辺で生まれ育って、うん、そっから離れたくないんで、ね、やっぱり、ね、うん、遠洋もやったのっす、はい、あのほれ沿岸のほれこの魚がね、はい、こう取れなくなったもんだから、はい、これだその栄養の方でもってね、うん、あの和歌山県の勝浦、はい、あそこ行ってほれ、はい、あの僕からあの漁労長を頼んでね、はい、マーシャル軍とだの東カロリン西カロリンにあの辺をここ働いて、はい、焼津に水揚げしてね、はい、そんな生活っていうの、うん、この木場田マグロだとかね、はい、そんなのが取れるんです。家に帰るっていうのはね、料金が終わってから俺帰ってくるようなもんだね、はい、うん、それだともね、まあ他の生活だからね、うん、だからあまり家のことは関係ないんで、うん、それよりも他はも収入源を、はい、考えられないからさ、うんうん、海っていうのはまあ生活の糧だからね、そうですね、はい、うん、命名の、はい、あの努力だからね、うん、海は誰のもんでもねえから、はい、うん、あそんな汗か、うん